さてと帰るか。学生の数はだいぶ少なくなっていた。じゃああとはよろしく、みなさん。何何？え？なんでこんな BGM？ あ、うん。え？どういうこと？じゃね。さよなら。何人かの女子と固まって小坂井が教室から出ていった。ええー、そういうこと？え、そういうこと？ひょっとして。何？いじめ？ひょっとして。で、そのいじめの主犯格が、その小坂井って人？いつきは小さくため息をつくとロッカーに向かい、中からほうきを取り出した。あれ？いつきは掃除当番じゃないだろ。この学園の掃除は半単位らしいが、俺といつきは同じ班で、今日は掃除当番じゃないはずだ。そうだけど。じゃあなんで掃除なんかやってるんだ？それは、もう、また押し付けられたの？さよちゃん。ん？なんだよ、押し付けられたって。さよは小さく肩を落とした。小坂井だよ。あいつ、いっつもいつきに掃除を押し付けるんだから。もうこの感じからして絶対掃除を押し付けてるだけじゃないだろ。いろいろやってるだろ。え、そうなのか。いつきさんがその、ノーと言えない人間だから、それをうまいこと利用していろいろと押し付けている感じはあるな。掃除に限らないような気がする。いつきはさよと俺の視線から逃れるように顔を伏せた。今日こそは断らないかなって思って見てたんだけど、結局何も言えなかったじゃない。いや、サポートしてやれよ、そう思うなら。ごめんね、さよちゃん。必ずしも自分から断ることだけが勇気だとは僕は思わないからな。言えない人は言えないっていう、そういうもんだと思って、サポートしてやった方がいいと思うけどな。なんだよ、見てるくらいだったらお前が言ってやりゃいいじゃん。まあ、でも、さよちゃん的には本人が言うことに意味があるっていう、そういう価値観を持ってんのかもしれないけど。俺がそう言うと、さよはきっとにらみつけてきた。あんたね、私たちが双子やって何年になると思ってんの？小坂井に文句言うくらい、とっくのとうにやってるわよ。やってはいるのか。そうか。まあ、確かに、お前の性格じゃ黙ってるなんてことなさそうだもんな。いや別に、代わりにやんなくていいんじゃないの。その、小坂井さんたちが掃除をしなかった。で、こっちもその、押し付けを断った。で、結局翌日になって誰も掃除していなかった。昨日の掃除担当は誰でしたかって、その先生が注意することになるから。別に押し付けられて断って、文句言うくらいとっくにやってるって言ってるにしても、なんでやっちゃうのよ。なんか嫌な言い方ね。あ、そういうことなんだけどさ。さよの形のいい唇から小さな吐息が漏れた。でもさ、何か言ったって、あいつ辞めようとしないし。いくら双子ったって、四六時中べったりってわけにもいかないし。さよは、いつきの方に体ごと向き直ると言った。そしたら、いつき本人が言うしかないじゃん。でしょ？いやでも本人が言ったとしても聞かないんじゃないの？じゃあさよちゃんが言っても聞かなかったんだったら。それは分かってるんだけど。分かってんなら行動に移さなきゃ。そう簡単に言うのがいわゆるデリカシーがないっていうやつだと俺は思うぞ。ごめんね。いつきさんはそれが難しい人だっていうのは見たら分かるじゃん。だいたいいつきは自己主張ってやつがなさすぎ。もっとわがまま言うなり、意見を述べるなり。ま、とりあえず今日のところは掃除しちゃおうぜ。それをやんなければいいのに、掃除を。結局責任はその小坂井たちが持っているわけだから。俺はロッカーからほうき2本とちりとりを取り出した。1本さよに渡す。そうしますか。部屋の隅に歩いていきながらさよは、やれやれとつぶやいた。その背中に向かっていつきがごめんなさいとつぶやいたのが妙に耳に残った。まあでもここで掃除をしなかったらしなくって、結果的にその小坂井とやらが先生に責められたとしたら、今度はもっと過激ないじめに発展するっていう可能性もなくはないからな。結局その中学生っていう子供がやっていることだから、何をしでかすか分かんないからな。そういうその線引きができない子供というの。なるほど。で、これで翌日に進むわけか。一旦セーブしようかな。はい、じゃあ続けていきましょう。物音のしない家の中で、ただ雨音だけが聞こえてくる。やだな。
昨日から降り続けている雨は目覚めた時には土砂降りになっていた、うん、俺は 窓際に行き空を見上げた。バラ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 、庭の葉っぱを叩く雨の音、空に浮かぶ鈍色っていうの、鈍色の雲は手を伸ばせば触れそうな、触れそうなほど近い。ムッとした夏特有の土の匂いが立ち込めている。ペトリコールっていうらしいですねあ、でもそれはアスファルトの匂いなのかな。残念残念と、縁側から戻り、ちゃぶ台の前の定位置に座る。今日は日本史の勉強をしていた。俺の目の前には難しげな単語がずらずらと並んでいる。ふむ、ちんぷんかんぷんですな。どさ、床に 大の字になる。畳の草の匂い、こんなんで受験が合格できるのかね。ふと今さっき自分がつぶやいた独り言を思い出した。残念か、何が残念なんだろう。雨で外に出られないこと、別に一日中勉強してればいい。いや、外出はもちろんできる。傘をさせばいいんだから。それは要するに、こんな雨の日に五木は神社にはいないだろうということ、うん、神社、五木か。俺はそんなに五木と会いたいんだろうか。最後に会ってからもう何年も経っているというのに。人類は月にさえ行ける。行こうとさえ思えば大抵のところには行けるんだ。そう、行こうとさえ思えば。そしてここ時矢村では月面ではなく日本にあるのだった。俺はこの地を離れて以来再び時矢村に来ようと思ったことがなかった。そんな風にはどうしても思えなかった。最後の日のわだかまりがどうしても俺をそんな気にさせなかった。俺はむくっと起き上がり、自室へとかけていった。机の奥にしまってあるあの手紙、くしゃくしゃにしてしまったあの手紙、何があったんだ。それでも捨てられなかったあれをもう一度見てみよう、そう思った。何あれ。下駄箱の扉を開けると上履きの上に白いものが乗っているのが見えました。これは隣にはさよちゃんがいます。下手に取り出したらきっと見つかってしまうことでしょう。さよちゃんが目ざといから、私はどうしようかと思いました。もう気がつけば五木さんの視点ですね。けれどその迷いがよくなかったようです。下駄箱を覗き込んだまま動かない私をさよちゃんは不審に思ったようでした。横から下駄箱を覗き込んできます。隠そうとしたけれどもう遅く、さよちゃんはにんまりとした笑みを私に向けました。これは何かな。なんだろうね。私は作り笑いを浮かべながら急いでカバンの中にしまってしまいます。下駄箱っていうのは学校の下駄箱か、教室って書いてあるな。そして逃げるように教室に向かいました。ねえ五木、これで入学してから何通目？何通目、初めてのことではないのか。これくらいかな。お、男子に人気なんだな、まあ、つまりそういうことでしょうね。私は広げた手のひらを人差し指で6と作りました。すごいな。え、そんなに？そうしたら月に2通ペースじゃん。うそうなるかな。まだ1年生なんだ。いい月ってほんとモテるよね。すごいな。だから小堺が嫉妬してんのかなさよちゃん、ちょっと声落として。私はあたりを見回しました。他の人に聞かれないかと心配です。大丈夫だって。それにしてもねえけしからんことですなチクチクと脇腹をつついてきます。そして私の顔をじっと見つめてきました。何？ああ、ボイスアップ。なんで同じ顔なのに、こうも差があるのかね。え？私、いつだってそんなのもらったことないよ。私の朝一番の楽しみは、下駄箱を開けることなんだけどな。意外と乙女なんだな。でも僕は中学生の頃はさよちゃんみたいな女の子好きだったけど。下駄箱に入っていたのは初めてでした。いや、今は好きじゃないとかそういうんじゃなくて、さよちゃんみたいな子がタイプだった今までは手渡された机の中に入っていたり。さよちゃんはもらったとして嬉しいと思うの？私？決まってるじゃん、そんなの。何？そう。ああ、もう嬉しいに決まってるっていうことか。私にはさよちゃんの気持ちがよくわかりません。私は少し憂鬱なのです。
だってどういうふうに断れば傷つけないで済むのでしょう。その方法ばかりを考えてしまうのです、うん、今日も放課後。まあ同級生からもらっても多分あんまり嬉しくないけどね。上の学年の人ならいいけど、うん、どうして？だって私に会う人って実は年上なんじゃないかなってたまに思うから。そうなの？まあなんとなくだけどね。まあでもそんなに年上との交流あるのかな。飼育部の先輩って男子いるのかな。私にはどんな人が会ってるんだろう。よくわかりません。そもそもそういうことを考えるのはまだ早いような気もしますし。おお、誰？ボス。おいっす。え、これひょっとして主人公？いやでもスポーツ狩りっていうほどでもそれほど短くもないもんな。あ、おはよう。危ない危ない、また遅刻しそうになったぜ。これ主人公なのか。思ってたのと全然違った。想像以上に童顔だった。もっとませた顔してんのかと思ったけど、壁の時計を見ると確かにホームルーム直前です。あんたってこの一週間同じことばっか言ってない？物覚えの悪そうなお前のためにな。そういう気の使い方はやめてくれる？なんだよ、遠慮はいらないぞ。遠慮なんかしてない。二人のやりとりを見聞きしていると仲が良くてなんだか微笑ましい気分になります。やっぱりこれ主人公なのか。知り合ってまだ間もないのにこんな風に喋れるなんて二人は合っているのかもしれません。もっともアキラ君とは同い年ですが。でもさ、あんた知ってる？何を？さよちゃんは声を潜めました。あんた男子とかからいつも女と喋ってる嫌なやつって思われてるよ。ああ、小中学生はそういうこと考えるからな。マジで？問いかけるような視線を私に向けてきました。だよね、いつき。うん。その話なら私も耳にしたことがあります。心が狭いな、うん、それはそう。さやちゃんはまるで映画に出てくる外国の俳優のように肩をすくめました。宇宙人と喋ってるってならわかるけどな。なんで？だって羨ましいだ。あんたってやっぱ面白いね。そうだ、さよ、ここは一つ自分が火星人でしたって真相を暴露してくれ。それなら俺も納得だ。できるか、ケチ。あ、そうそう、聞いてよ。さよちゃんは嬉しそうににんまりと笑いました。悪い予感に体がこわばりました。今朝ね、日月の下駄箱に。言うな言うな、そういうのは。あんまり言いふらすな。ダメ。私が叫んだのとチャイムの音は ほとんど同時でした。けれどそれで叫び声が消えることはなかったようです。教室中の視線が私たちに集まってしまいました。さよちゃんとアキラ君もあんまり驚いたのか、穴の開くほど私の顔を見つめています。どうしたの、いつき。ごめんね、さよちゃん。あ、でもそのことは、うん、私はさよちゃんの手をそっと握りました。それで通じたのか、さよちゃんは大きくうなずきました。うん、わかった。なんだよ、二人して何を納得してるんだ。あんたには関係ないこと。さよちゃんはベーだと舌を出しました。ガラガラガラ、先生が入ってきて二人は前を向きました。教室の視線も潮が引くように私から離れていきました。思わず安堵のため息が漏れてしまいます。教室中ずっと集中することができませんでした。どうして叫んだりしてしまったんだろう。二人の背中を見つめながらそのことばかりを考えてしまいました。アキラ君には知られたくなかった。そうなのです、さよちゃんが喋るのを叫んでまで止めたかったのはそういう理由からでした、うん、好きなの、アキラのことが。けれどどうして知られたくないと感じるのでしょう。それがわかりません。けれどとにかく知られたくなかった、アキラ君にだけは。別に言いふらされることに関してはそこまでの抵抗はないのか。私がああいう手紙を受け取っただなんてことは。くしゃくしゃの手紙、昔ボールのように丸めてしまった。 2,3 日してそれを伸ばしたのだけれど、もちろん痕跡は消えなかった、うん、金網のように折れ目のある、金網のように折れ目のある手紙を今もまた丁寧に畳む。そして元のように机の奥にしまった。鍵をかける。
それと同じのをアキラが見たっていうこと、その手紙っていうの、なんで持ってんの意地を張らずにもっと時を、ひょっとしてそういうこと俺が鈍かっただけのことアキラが差し出したのっていうわけではないよな、さすがに。なんかそんな異性に対しては無頓着な感じはするんだけどな、主人公は。意地を張らずにもっと時矢村に来ればよかった。雨の音は片時も止むことなく鳴り続けている。勉強に身が入らない。この村にやってきた時予想はついていた。狭い村なのだ。引っ越さない限りいつかは出会う。そして実際に会った。会って嬉しかったし懐かしくもあった。あの頃のわだかまりをまだ引きずっているのだろうか。折り曲げた髪が決して元のようには戻らないよ。いや、そういうことなのか。じゃあ目をつむると風景が浮かんでくる。隣にさよが、後ろにいつきがいた教室、3人でよく歩いていた放課後のあのあぜ道、一緒に遊んだあの神社、そこにいる俺はわだかまりもなく屈託なく笑っている。そんな俺の方が今の俺には近しく感じられた。わだかまりにとらわれていた数年間の俺より。放課後になった。さよはとっとと帰ってしまっていた。何でも用事があったらしい。いや、これさよちゃん空気読んでんのかな。じゃあそうそう帰ろうぜ、いつき。二人きりで帰るってのは妙な感じだ。帰りはいつも三人だった。あ、うん、ちょっと待って。あ、でも違うか。違うのかな。そう言って机の中に手を入れた。取り出したものに視線を落とし、いつきは息を呑んだ。どうかした？でもないの。言いながら手を机の中に戻す。何を持っていたのかは見えなかった。何でもないってことないだろう。あ、それでアキラが、結局はそのアキラが差し出したわけじゃなくって、アキラがこのタイミングで五木さんが持っていたそのラブレターみたいなものを見つけて、でなんでそれがわだかまりっていう風になるんだ。五木は俺に視線を向けようとしない。本当に何でもないのか。じゃあ早く行こうぜ。結婚するのか俺以外のやつと、みたいな展開になるとは思えないもんな、うん、主人公に至っては。そう言ってしばらく待ったけれど、いつきは立ち上がろうとしなかった。それで俺は実力行使っていうやつに訴えた。ガタタ。あ、机を俺の方に引っ張る。そんなことすんなよ。そして速攻で中を探る。むちゃくちゃだなそれはいつきの咎めるような視線も気にしない。教科書置きっぱなしの俺とは大違い。そのために目的のものはすぐに見つかった。これは。手に持ったものを見て俺は思わず顔をしかめた。本というか本の残骸。なんだよこれ。その文庫本は真っ二つに割れ、どういうこと。題名が書かれては背に沿って引きちぎられている。いつきが小さくため息をついた。そして睨むような視線を和らげてくれた。カバンの中に入れておいたんだけど、どうしてそんな風になっているのかな。小坂井か。っていうか誰がやったんだろう。一体誰だよこんなことするのは。本を目の前に寄せる。ギザギザした切り口がなんだか痛々しい。わしかも図書館の本だし。俺は本を机に置いた。で、心当たりは。でもむやみに人を疑うわけにはいかないから。いや、というか疑うのは捜査の基本でしょ。じゃあさっきの手紙とはやっぱ別件なのかこれは。などとこの前テレビドラマで刑事が言っていたセリフを口にしてみる。けど五木は黙ったままだった。この調子じゃどんなに聞いたところで五木の口から特定の名前が出ることはなさそうだ。五木にこんなことをしそうなやつ、小堺じゃないのか。身を固くするのがはっきりと分かった。付き合いの浅い俺でも小堺が五木を目の敵にしていることは知っていた。それがなぜなのかまではわからないけれど、小堺はいつも何人かの女子とつるんでいる。あいつはそのグループの中心に座っていた。小堺だろ、うん、でその小堺さんの好きな男子が五木さんにラブレターを送ったことがある、その今までの6人中の1人だったみたいなその説もなくはないけど、俺は念を押す。だが五木はゆっくりと首を振った。わからないよ、証拠なんてどこにもないもの。証拠はないけどな。でも態度を見てればわかる。なあ、小坂井との間にさ、何があったの？なんかあったのか？え？だってさ、あいつっていまいち普通じゃないぞ、五木に対しては、うん、何もなかったと。五木はつぶやくように言った。でも
もしかしたら知らないうちに不愉快にさせるようなことがあったのかもしれないし。まあきっかけがあるんだとしたら、そういうラブレターに関することだとは思うけど、不愉快っていうの、不愉快っていうか悪いのは小堺の方だと思うけどな俺は、うん、ありがとう。でもわからないから。まあでも確証がないままにむやみに動くのもどうかとは思うけどな、結局人違いでしただったらどうすんのよってより状況が悪化する可能性もあるから、妙なところで頑固なんだな、そう思った。わかった、じゃあこれの犯人についてはとりあえず置いといて、この本どうするんだ。うん、本屋さんで新しいの買ってそれで返却しようと思う。幸い絶版の本じゃないから。そこまですんの絶版。本屋さんで普通に手に入るってこと。ふん、それじゃあ早速行こうぜ。うん。外に出るともう日が落ちかかっていた。あ、ちょっとお願いがあるんだけど。三つまでなら叶えてやろう。あの、今日のことはさよちゃんには内緒にしておいてほしいの。うん。あとの二つは？一つでいいよ。そりゃもったいない。でもなんで秘密なんだ。だってさよちゃんのことだからきっとすごく怒ると思うの。うん、怒ると半ニャズラになるからな。目にしただけで半泣きになりそうだ。そんな顔しないよ。でも怒るなら怒らせればいいじゃん。怒ったりするのは良くないよ。生のキャットファイトが見られたら楽しいと思うけどな。キャットファイト？女同士の殴り合い。うん。で、本屋ってどこ？うん、駅前にあるよ。あのラブレターのことはどうなの？どうなのそれは。今日じゃなくていいの返事は。じゃあ行きますか。この時は村で一番発展しているのが駅前と商店街だと思う、うん、この感じだと別にラブレターの差出人が主人公っていう感じでもないもんな、うん、じゃあくしゃくしゃに丸めた紙は何だったんだ。いまいちまだ繋がんないのかな、そこは。それでも俺の感覚から言うとまだまだ寂しい。ウサギなら棺桶に片足突っ込むな。え？何のこと？いや、ここの寂しさ。寂しいと死んじゃうから。まあいいや、じゃあ中に入ろうぜ。俺は漫画でも立ち読んでるから。しばらく経って俺たちは店を出た。あれ、本買わなかったのか？いつきは本屋の紙袋を持っていなかった。それとももうカバンの中に入れたのか。それが売ってなくて。先生に正直に言った方がいいんじゃない？売ってない？うん。まあ売ってないなら取り寄せててもあるし、注文はした？うん。いつきはフルフルと首を振った。え、なんで？だって返却は明日だから。最悪だな本当に最悪なことをしてくれるな。いや、返却ってそんなの事情を話して待ってもらえばいいじゃんか。でも規則は破りたくないから。うん。樹は口元を引き締め固くなな表情をしている。だってどうするんだよ。うん、もっと大きな本屋まで行こうと思う。すごいな、マジで心苦しいんですけど。ちょっとそんなのあったっけ。電車に乗ればあるから。帰れるかそれ。補導される時間になっちゃうんじゃないの。電車今からか。うん。じゃあ俺も付き合うよ。え、いいよ、そんな悪いし、それに結構遠いから。なんて言葉が後ろから聞こえてきたけれど、俺はもう駅舎に向かっていたのだった、うん、そんな。もうすっかり暗くなっちゃってるね。付き合わせちゃってごめんね。そんなね、みんなからモテモテの女子とこんな時間までデートできるなんて、そんなね、付き合うしかないっしょ、うん、そんな嬉しいことはないでしょう。うん、俺はかくりと首をかしげた。付き合ったのは俺の方からだよ。それにさ、俺は樹に向き直った。悪くもないのに謝る癖はやめた方がいいんじゃない。いいんじゃない。え、いや、樹ってさ、すぐに謝るから、そんなんじゃ周りのやつらに、周りのやつに舐められるぜ。例えば、そう、小堺とかな。ご
イツキは途中で口をつぐんだ。なんだかいじめたような気分になってしまった。まあそれはいいや、とにかくもう帰ろうぜ。俺が住んでいた場所よりもずっと暗い夜を俺たちは歩いていく。二人とも黙ったまま歩いていた。さよだとペラペラ喋ってくるけれど、いつきは無口な方だ。喋ったとしても短い場合も多い。それでも息苦しいような感じはしなかった。それどころか二人黙ったまま歩くのも悪くない、そんな風に感じている。そら、そう言って珍しくいつきの方から話しかけてきた。いつきは空の一点を指さして、満月だね。ああ、半径×半径 ×3.14 がどれくらいになるのか想像もつかない円がそこに浮かんでいる。なんで面積を求めようとした。会話が止まってしまった。それだけ。え、いや、月が昇っていることはさっきから気がついていたし、何か続きはないの？あ、うん、あるけれど。あ、あるんだ。いつきはすっと視線をそらした。ただ言ったら笑われるかなと思って。何、スイフとお月様の話？いつきの言うことを俺が？うん。俺はチッチッチッと指を振った。甘いですな。俺を笑かすには5段ぐらいの腕前が必要だぜ。5段？そう、5段。いつきは首をかしげると、強いて冗談だったんだろうと納得したような笑みを浮かべた。で、俺は話の先をつっつく。うん、そのね、お月様って本当にウサギがいると思う？思ったよりロマンティックなことが言い始めた。ふわ、思わず妙な声を出してしまった。ウサギ？あまり寂しいと死んでしまうというあのやわな動物。死ぬかどうかは知らないけれど。いや、あの生き物には月面には耐えられないと思うぞ。耐えられないかな。いつきは本当に切なそうな顔をした。強化ウサギなら耐えられるかもな。強化ウサギ？体のおよそ 95% が機械だ。すでにウサギじゃないと思う。それちょっと哲学的だな。うん、5% にそのウサギの意志が働いているんだったら僕はウサギだと思うけど。まあそこは重要じゃないか。まあ3段ぐらいには面白かったよ。前にさよちゃんに言ったら笑われちゃって、そんなこと誰も信じてないって。ああ、じゃあ信じてんのかな、いつきさんは。まあな、太陽光に身をまとった地球唯一の衛星を見上げる。だってそれって結局おとぎ話だろ。そうだけど、でも例えばトロイの遺跡の例とかがあるし。トロイの遺跡って？イツキによると、トロイってのはずっとフィクションあるいは伝説と信じられていた都市だそうだ。それをドイツのシュリーマンという人が発見したらしい。伝説とおとぎ話、まあ似たようなもんといえば似たようなもんかも。イツキはどうなんだ、ウサギがいると思ってるの？いたら嬉しいなと思う。うん、そうかな。でも月に住むっていうのはウサギにとって喜ばしいことなのかどうかはわかんないけど、仮に本当にいたとしてね、それはウサギにとって幸せなのかっていう。寂しい松野の死体が見つかって嬉しいか？死体は嫌だよ。イツキは情けない顔をした。じゃあなんで？だって夢があるから。夢か。でももし本当に見つけたら、その瞬間に夢じゃなくなるぞ。あ、そっか。ちょっと深刻な顔をする。それじゃいたらいいなと思うけれど、見つかることは望まない。うん、それだ、それならいい。うん。いつきは嬉しそうに微笑んだ。あのさ、いつきってもしかしてサンタクロースも信じてる？どうしてわかったの？あ、それ終わっちゃった。ん？いつきが前を指さした。でもサンタクロースはあのおとぎ話的な方のファンタジー的なやつはいないかもしんないけど、一応実在の人物がモデルなんでしたっけ？さよちゃん、ベスの散歩。どれ？目を凝らす。おう、ここから見るとまるで人間がゴミのようだ。誰がゴミだ？お前が。痛いんだってば。私の手だって痛い。ジレンマだな。それよりイツキ、どうしたの？
こんな時間まで外にいて。うん、そのちょっと用事があって。用事？二人でどっか行ってたの？さよが怪しいやつでも見るような視線を俺に起こしてきた。アイコンタクトか何々必殺の木刀剣を披露したいですと。できるか。俺はできる。一人でやってなさいよ。ふん、部屋後を塗る派。さよはいつきに向き直った。二人してどこ行ってたの？私は仲間外れってわけ？おい、俺を無視しないでくれ。本屋さんに行ってただけだよ。こんな時間まで？おい、うっさいな。こっちを見てくれたので、とりあえずは木刀剣はお休み。本屋だろ、じっくりと選んだだけだよな。俺はいつきに顔を向けた。いつきはコクコクと何度もうなずいた。ま、いいけどね。それよりさよちゃん、今日は私の番。いつきはベスの頭を撫でながらそう言った。ベスは気持ちよさそうな顔をしている。え、いや、お前に乾いた笑いは似合わないぞ。うっさいな。まあでも今回に関しては、今回ばかりはいつきさんが帰るの遅かったから仕方ないんじゃないって思っちゃうけどな。そこでさよは拝むように手を合わせた。前にも見たことのあるポーズだ。ごめんごめん、だってさ、いつきったら遅いんだもん。ベスも待ちくたびれてるかなって思ってさ。次のさよちゃんの番は私だからね。わかってるって。さよがにっかりと笑い、いつきも微笑んだ。なんで二人一緒に散歩に行かないんだ？そうすれば順番とか関係ないじゃん。するとさよ偉そうに腕を組んだ。私たち分けられるものはなるべく分けるようにしてるんだ。おう、なんで分ける？すると いつきもコクンとうなずいた。だってさ、二人一緒とか二人で共有とかにしていると、何でもそういう風になっちゃうじゃん。それが嫌だったんだ。ああ、なるほどな。ふん、そんなもんか。あんた兄弟とかいたっけ？いや、一人っ子だ。じゃあわからないでしょうよ。さよはうむうむとうなずいた。けど、まあ今日のところは三人で行きますか。え、俺も？決まってるじゃない。さよがさっさと歩き出すと、くるっと振り返った。ほら、ぐずぐずしない。そろそろこっちの生活には慣れた？割とな。けど違いに戸惑う部分もある。例えば？俺は辺りを見回した。畑がある、田んぼがある。うんうん。で、夜が暗い。夜が暗いのはどこでも同じでしょ？いや、都会とは違うだ。っていうか、街灯が少ない。ああ、そういうこと。あと、やたらでかい虫がいるし、まあ違いったらたくさんあるな。引っ越してよかったと思ってる？それとも、帰りたい？どうだろう。確かにやってきた初めの頃は帰りたがっていたような気もする、うん、でも今は。バカね、帰りたがっているはずないじゃん。なんとって。一旦言葉を切ってさよは言った。私たちみたいな可愛い女の子と友達になれたんだから。うん、それはあると思うお前な、冗談言ってる本人が赤面するなよ。嘘だ、こんな暗いのに顔色なんてわかるはずないじゃん。やけに焦ってさよは言った。まあ今来てよかったと思ってるよ。ほとんど初対面だったばあちゃんも気さくな人だったし。そうなんだ。ああ。じゃあ家族で仲がいいんだ。さよは少し羨ましそうな表情で俺を見た。ふと見るといつきも同じ顔をしている。そうでもないけどな。だって母さんと親父はさ。もしかして仲が悪いとか？うん。まあな。だからこそ俺はこの村にやってきた。母さんと父さんの仲が良かったら、この双子とも会うこともなかったと思う。なんだ、それじゃあ私たちと同じだね。うん、同じ。うんね、いつき。まあでも主人公の場合は母親とは割と普通に会話できている感じはあるけど、うん、いつきさんとさよちゃんに関しては母親ともなんかあんまり会話ができないみたいな感じなんじゃなかったっけ。そうだね。私たちの親もさ、
仲悪くて最近なんて喧嘩ばっかり。うん、うん、喧嘩嫌だよね。いつかいつきが寂しげにつぶやいた。確かにな、うるせえし。そうそう、うるさいよね。どうか言ってよっていつも思うもん。寝てる時にやられたら最悪だよな。うんうん、布団の中でああやだなって思いながら早く眠りたいのに、それでも寝らんなくて。ああ、さよのその言葉には実感がこもっていた。なんか嬉しいな。クルリーとさよは体ごとこちらに向いた。そこに浮かぶ表情は本当に嬉しそうだ。なんで？だっていつきの他にこんなこと話せる人なんていなかったし。うん、いつきが優しげな笑みを浮かべた。王様の耳はロバの耳だって叫べたらいいよね。ああ、つぶやきながら俺も嬉しさを感じていた。今までよりもこの双子と仲良くなれたような気がした。そんな夜だった。おー、夜空のまま日をまたいだ。美しい。けど結局あの手紙は何だったんだ。くしゃくしゃの手紙は。ちょっと濁されたまんま先に進んじゃいましたけど、まあもうちょっと話を見ていたらわかることではあるのかな。まあとりあえず今回の収録はここいらで区切ろうかなと思いますが、雨まだ止んでないですね。どうなるんでしょうか。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。